はい、よい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 よ、ドーン。はい、来ました。はい。おはようございます。おはようございます。いやー、もう寒い。はい。暑い。どっちやねん。いやー、暑いっすよ。寒いですよ。僕、普通にこの学校で。めっちゃ半袖やもん。この学校で、これ、半袖って言いました。これ、五分。半袖やな。五分は半袖やね。違う違う。違う。五分。五分でしょ。五分。五分は半分。いや、五分。こだわるな、五分に。五分やから。いくね、もう。いや、五分やから。これは分かってほしい。やっぱ分かってほしい。五分。五分。うん。半袖だったら。半袖だったらこの辺でしょ。まあもう、いやいや、ちょっと。あ、もうこれ。これは五分ですから。伸ばしたら七分になりますから、もうちょっと。いや、ずれてる、ずれてる。撫で方を利用すな。ちょっとこう。撫で方を利用すな。なりますから。ね。あ、ところでね。はい。今日のゲストなんですけど。はい。なんとね、来てないです。来てますね。なんで普通に嘘ついたん？来てないです、ね。一人は来てるんですけどね。そうですね。まずは、今日はね、男前なんですけど。そうですね。はい、一人は男前なんですよね。はい、一人はとりあえず。一人はちょっとね、ちょっと長いんですよ。長め。はい、長め。とりあえず、男前の方やりましょうか。行きましょう。新人ですけど、はい、一部の。最近、油乗ってますよ、一部の。ガンガン乗ってますよ。リオン君、イェイ。あ、よ来た。来ましたね。来た。もうちょっと前来ていいんやね。ガンガン来ていいよ。もうちょっと前来ていいんやね。あ、いいよ。うん。男前やねんから。はい。おー。いやー、そしてね。もう一人おるんですよ。はい。来ましたね。僕が肩外れるなら彼は顎外れる。来ましたね。カグラ4つぐらい。はい。カグラ、カグラ、カグラ。やったな。カグラ、カグラ、カグラ。違うやん。お前なんかちょっと鉄子っぽい。ルーズル。鉄子感だろ、やめてくれ。おー。ちょっとね、いろいろありましてね。はい。諸事情がね。軽くね、しかもね、やったほん、ちょっとね、鉄こぼれたんですけど、こぼした本人、何もせえへんかったからね。なんかあったみたいな今、顔で見てましたけどね。はい。はい。おはようギーパイン。ほんまに男前なんか。あ、うちこの子にチョコあげた。あ、あげたらしい。おい、完全にもらってるな。もらっとるな。これもらっとる。もらっとる、もらっとる。もらっとる。もらっとるわ。あ、洋介髪切った？切ったんですよ。染めましたよ、ほんで。そうなんや、興味ない。気づきましたか？いや、興味ないで、大丈夫。あー、わかりました。うん。ネクターって何よ？はい。ネクターって何？急に。何やろ？急にネクター。今日はね、でもはい、ね、リオン君の顔をちょっと覚えてほしいということで。はい、そうですね。もう、イケメンですよ。はい。間違いなく。ね。お前も男前やんな。でもね、僕もちょっと、となってくる。そう。いや、男前やと思う。だから、徐々に、こう、短くなっていってる気もするし。なんと、顎の反乱が。顎ですか？一回外れてからね。短く外れましたよ。ね。はい、顎、あれでしょ？はい。顎が長くなってきたから、髪の毛を短く切ったらしいですよ。違います。全然違います。やっぱ、長なったもんは短くしてると。したね。あ、シュンシュンありがとうございます。はい、洋介めっちゃかっこいいわ。あー、ありがとうございます。かっこいい MC。MC どういうことか、どういうこと、あ、 MC したいってことか、違うモノマネして葉っぱ隊、葉っぱ隊、あ、僕ね、はい、できますよ、あ、来た、最近ね持ってるんすか、これでももしかしたら、はい、ここの音とそっちに伝わる音が違うかもしれない、はい、あ、まあまあ、はい、ちょっとね、やっぱそういうのありますか、ね、まあでも僕って言ったらやっぱ藤原竜也じゃないですか、はいどういう流れなんやっぱり、まあ藤原竜也の開示の時、はい、はい、やられてる時にね、こう、宇治原達也がこう言うんですよね。はい、はい。もがいてるんですよ、まず。うわーうわー言うてるんですよ。はい、うわーお前またいつも今日いつも蹴るってるって言うんですよね。はい、なんか酔ってくるのあります？うわーこの振り嫌やなー、流し方がちゃん、ん？ちょっと変わったね、コメントの入り方が。はい、そうやね、ちょっと新しい感じで。来ました、陽介のネック、俊介でなかった？そうなんですよ、いただいたんです、これ。これね、ポーンって。パクったんすか、ポンって言ったったんですよ。あ、これ読んでる。え、パクった？そうだね、パクられたんですよね。堂々と言うたら。顎試しに外してよやって。行こうか。いや、でもね、割と簡単に外れるんですよ。あ、一回外れたらね。あ、やっぱり、卓球と一緒ね。ハーフ捨てちゃうね、ハーフ。あ、ちょ待って、ごめん、名前がおかしい人おるわ。はい、アンチ五十嵐特急車っておるわ。アンチ五十嵐特急車は、まあ、簡単に考えたら、俺の敵ってことかな。アンチ。あ、なるほど。いや、でも、はい、アンチもうんちも好きなんで。うんちはやめとき、はい、うんちはちょっとやめとき。シュンさん似てる。あ、似てる、よかった。よかった、似てるっていう。おー。はい、ありがとうございます。
やっぱりでもザッて流したんですけどね、はい、でもあるじゃないですか、今の時期でね、はい、まあ、今キャンプの時期やってますよ、はい、野球、はい、野球のキャンプやってます、はい、野球興味ない人はまだサッカーの話題後で出しますんでね、はい、そうです、はい、あの野球ね、はい、やってますよね、やってますね、はい、キャンプ、僕野球めっちゃ好き、野球好きですね、もうどのぐらい好きかって言ったら、はい、もうね、どこで生まれました、僕大阪ですよね、僕宇宙館で生まれて左中間で育ったんですよ全然分からへんからな難しいやんいや、お前いや、簡単に言ったら宇宙館で生まれて左中間で育ったそういうこと、そういうこと全然伝わらんから、多分ほんま全然伝わらない、一番好きなところは二遊間ですじゃあ分かんないです、二遊間誰も分からへん、あ、リオも髪切ったって、あ、切りました、切ったおぉはい、拍手が上がりますね、はい、あ、行きましょう、シュンはアンデのイケメン、いや、まあまあまああ、すいません。別にそのまま別に喜んでるわけじゃない。めっちゃ喜んでる。嬉しすぎたやろ。照れを隠しきれてない。嬉しそうやもん。あ、来ました。リオンこれから好きっていうことは、これから好きになってくれたな。あ、いいっすね。リオンの前向きな意見。前向きな意見いただきました。リオン髪の変えた？いや、これモツやからやめとくわ。あんた結構知っとるから。銀次郎、まあまあ見てるし。銀次郎、コメントしてくれていいですけど、うん、あの、プレイなように。あの、噛むな噛むな普通にかね、俺。言うてんか全然わかんない。ね。あ、洋介好きって言われてんで、ね。ああ、ありがとうございます。そっけなんであんまり洋介ダメなんすよ、ほんまに。いや、痩せたんちゃん言うてますけどね、五十嵐今、あれなんですよ、ちょっとダイエット中で。はい。今日もね、もう夏バテなんかなもしかしたら、あんま入らへんな。ちょっと、流行り、ちょっと早いっすよ。うん。夏バテのね。こないだアメトークで、桃鉄芸人やってて、桃鉄やりたくなかった。ならんかった。ならんかった。はい。ああ、桃鉄ですか。やりたいな。あ、僕でもやりましたよ。桃鉄。正月に。あ、でも桃鉄に似てるもん。はい。絶対キングボンビや。主人公のこっちの方ですか。そう。あ、ピンクの。似てる似てる。ちょっとあが実写版か。ああ。してないけどなピンクは。なるほどな。退治してるもん。大体。してない。別に駅でこんなんやってんからな。やったことないから。でもやってそう。やってそう。可能性広げすぎじゃない。あ、言われてるわ。デカチン。メガチンやって。メガチン。それね、もう毎回。誰なのメガチン。誰いやいや、もうやでしょ。僕しかいない。誰よ。いや、わかんねんけど。あれお前ちゃん。僕っすか。お前ちゃん、みんな出しましょうか、一回。メガチン。まあ、下がってこうやってやられたから本気でやられたから、ね、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、やりましょうね。あ、陽介好きになる、はい、葉っぱ体が好きになるって、葉っぱ体なんちゃう、お前も、もうすごい、お前もギリ葉っぱ体になるんちゃう、完全に多分勧誘やで、これ、ね、葉っぱ体勧誘されてるから、なんか言ってるで、うん、カトパン、アヤパン、イガパン、イガパンって俺かな、結構お前、多分イガパンはシュンさんですね。うん、なんかリオン君やっぱ緊張する、だいぶしてます、ね、ああ、緊張くらいな。ガチガチですね。ガチガチ絞れたらちょっとやめろ。ちゃうからな。違う、この言い方してないけど。いや、猫の話してたけど。メガチンカルのガチガチなんか、お前もう、これアウト。最近敏感やぞ。敏感すぎたよ。最近敏感。世の中敏感やから。敏感になってきたけど。だってもう、童話のね、歌とか。敏感っすやん。どうぞ。たったったぬきの金玉は、でしょ。アウト。はい、敏感やから世の中敏感やから、じゃあそういうことですねって、え、まだあるでしょ、まだあるでしょ、そうさ、もうこれもアウトね、いきなりアウトね、敏感やから、もういきなりやね、ね、はい、アウトやから、まあ、大体、いやいや、どうやって考えてくださいね、アウトが多い、はい、多い多いです多いです、バナナン、バナナン、あ、ウッドや、これ。いや、流してくんな、バナナン、流してくんな、バナナン、流してくんな、下ネタエグい、あ、小屋に質問していい、あ、全然いいですよ、2回言ってるからもう質問させちゃってほしい。お願いします。はい。質問全然待ってますよ。何でも答えます、僕。大体。9割。ボータン、質問コーナー。イェーイ。あ、その前に、はい、リオンホスト経験はって聞いてる。あ、ホスト経験はなしです。なしか。なるほどな。今からやな。拾ったなら最後までやるし。なんで拾ってポケット入れただけやから。あ、そうか、言って。自分のものにしたよな、完全に。そんなかっこいい顔で下ネタやめてやって、下ネタ言ったつもりはない、嘘やほんま、え、たまたまっすね、あ、たまたまも下ネタやから、下ネタやな、ごめんなさい、今まで言うと思ったもん、あ、陽介気になる、あ、葉っぱ大さんめっちゃ、あ、俳優が葉っぱ大さん、俳優が、いやでもごめんなさいね、葉っぱ大さん多分葉っぱじゃ隠れない大きさの問題葉っぱ大ってどうやろ、はい、俳優されてるんです、
勧誘よ、完全に。あ、唐揚げとラピートどっちが好き？あの、東急じゃったから。ラピートって何かっていう。ラピート知らんの？ラピート知らないです。